はい、今日もあなたと百姓一揆ということで、本日は2019年1月13月曜日で、成人の日とか祭日でしょうかね。さあ、ということで時刻はもうね4時半回りまして、もうね日が落ちてきております。なのでこちらがね、後半戦の大根ねの畑2ターンちょっとですけど、今年はね後半の方が結構いわゆる台風の塩害とかっていうやつだと思うんですけどもね、やっぱりこう発芽してきて、消えていったっていうね感じで、ところどころこうやってもうねできてないところはねみんなその表情ですけどもね、後半の本当の最後の方に撒いたのはまあ生き残って、まあ普通にあれですけどもね、いやはやまあ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 でも数的には足りると思います。多めにね、大根は直巻きですから。さあ、そんなことね、明日が出荷日ですんでね、こうね、明日はこの赤丸大根をねおふくろ大根とともに出します。赤丸大根もね鉄器で、2番手のビタミン大根ですねもできてきておりますね。あとはまあ変わり種っていうと黒丸大根ね、このヨーロッパの種ですけどもね、ここのやつですね、これも出してもいいですけどもね、ただあんま人気ないんですやっぱね。でやっぱり株の方がもう美味しいんですよね、日本の小株の方が柔らかくて、これやっぱりこう蒸してねかなりこう蒸し上げていかないと柔らかさと味は出てこないっていう感じでね。ということで大根は収穫はね、そうね、はいはい、じゃあよろしくということで、じゃあ大根の収穫は嫁に任せて、私は何やるかって言いますと、ちょっと遅れてましたけどもね、芽キャベツですね、芽キャベツの収穫をいたします。で去年はね12月中に出しましたけどもね、去年は早かったのかな、今年はねなぜかあったかい分だけやっぱりこのなんか結球と言いますかね、なんでしょう、あったかいとやっぱりこう実にならないっていうことはあるんですかね。はい、こんな感じですね。まああのね芽キャベツってね何があってね収穫が大変です。こうやってね大根なんか抜いてね、まあまあパパッとこう出荷調整というかね、まあささっと洗ったりなんかして終わりですけど、芽キャベツはねこういう状態になってるんですね。でまあ我が農園はですね、これをお客様1人に対して1本入れちゃいしまいますので、こういう感じですね、これで出荷ですね。お買い得はお買い得だと思うんですよ、うん、ただまあなんて言ったらいいんでしょう、やっぱり我が農園のお客様になって、ね、なってすぐのねお客様、これ今いちゃうかな、あ本当にねこう初めて見る野菜なのだと思うんでね、意外とねだからこう食べ方レシピをねしっかりつけてあげてね、まあスープにそのまんま入れてもいいですし、この辺も空いてないな、炒めてもね独特のこのままちぎってね使うわけですけれどもね、フライパンでそのままね、オリーブオイルやあるいはニフワフでいけばごま油とざっと炒めてね、塩コショウだけでもねベーコンなんかと、ベーコンやウインナーなんかとね炒めてもいいですしね、または塩コショウだけでもね、俺は割と好きなんですけどね、これうまいと思うんですよね。面倒であれば本当に何でボルシチ系というかね、ちょっとした煮込みのスープ系にコンソメあるいはトマトソース系でもいいですしね。でも今年は本当なんか出来はちょっと今一つでしたかね、ちょっとなんか結球というかね、ちゃんとこう丸くなってない感じは多少ありますけどもね、まあそれでも出します。ちぎってね食べてもらうっていうちょっと手間かかりますけどね、そういったことも含めてね楽しんでいただければというふうには思いますよ。よいしょ、あー寒い、もう4時半過ぎるとね寒いんですわ本当にね、もうこっちの方が丸まってるな、こっち取りますか、よいしょ、
うわ寒い。明日の朝も冷えそうですな。ああしよう。よっこらせ。よいしょ。よいしょ。ね。ね、キャベツもね、ここ、まあ、5年ぐらいね、ずっと作って、まあ、冬の定番の一つにね、我が農園もしてますけどね。僕はいいと思うんですけどね、この野菜。まあ、市民権はね、もちろんないですけどもね。これから1ヶ月ぐらいはね、2月の終わりぐらいまでは、なんとかね、去年は3ヶ月ぐらい出荷しましてね、なんとかね、馴染んでいただきたいと、お客様にはね、というふうに思ってるんですね。これはね、こんだけ1軒分で、こんだけ入ってますからね。どうですか？良くないですか？っていう話ですって。よいしょ、出荷調整がね、これめんどくさいっていうのはありますんでね、なかなかね、一回の出荷でね、まあ何十本となっちゃうんでね、ちょっと大変ですけども、寒さに当たるとちょっとこうやってね、黒い部分が出てきますね。これを取ってあげます。よし、出荷はね、こうやってやっておけば、このままお客様にはね、このまま入れますんでね、まあ楽と言いますか楽は楽なんですけれども、手が冷たい。手が冷たい。もう冷えてきてますね。寒い。よし。よし。よっこらせ。よいしょ。あんまり丸まってないかな。出来は本当今年はばらつきはえらいありますね。まあ結構ね、食われたりもしましたし。今年は本当にこれもブロッコリー系になるんでしょうか。まあキャベツはね大丈夫でしたけども、ブロッコリーが本当にダメでしたからね、今年の秋冬は。まあでもキャベツはなんとかこうやってね、出荷に至りましたんで良かったですけどもね。この辺はでもうまく、下の方はうまくね、丸まってますけど、上の方が今一つですな。やっぱりなかなかね、去年の秋冬ね、11月12月はやっぱり台風も含めてなかなかね、もう何をもってっていうね、異常気象というか、まあ、しょうがないですけどね。それも含めてね、天候がどうであれね、こんにちはね、90近くのおじいちゃんですけどもね、本当にあの昔の人は本当にね、とにかく元気ですよ。まあ昔の人ってあれですけどもね、本当にね、やっぱりこうなんでしょうね、僕みたいにこう新規就農者ね、僕は新規就農者ですけども、途中からっていうかね、生まれた時から農業者じゃないじゃないですか、普通みんなそうだと思うんですけど、田舎の人って本当になんか、まあ、いつ頃からね、中学を出て継いでいらっしゃるのか、その辺は事情はね、知らないですけど、本当にね、あのどこ切っても農業者なんですよね。まあだからそうするとね、本当にこう朝起きてとにかく畑に行かれるんですよね。
そういう、なんていうんですか、そういう整理といいますかね。いやいやいや、本当に頭が騒がる。もう今お帰りだったと思うんですけどもね、うちはまだこうやってね、最後の収穫に追われておりますが、まあそれが田舎というところなんですよね。田舎に来るとね、多分思ってるものとは全く違う光景がね、たくさん見ることになります。実際はね、本当に私自身も全く、まあ研修に行ってね、それは埼玉県でしたがね、埼玉県の田舎、その後ね、私の場合卒業してね、農業生産法人の社長をやったこともありますけど、会社作ってね、そういう、それは静岡でしたけども、そうやってね、群馬に行ったり、いろいろこう厚着でね、本当に腰を落ち着けて自分でやるようになるまではちょっとね、何年かあったりして、そこでいろんな日本の田舎をね巡りましたが、まあまあまあ本当にね、住んでみないとわからない。そして畑はね、借りてみないとわからないんですよね。借りて実際に耕したりしないと見えてこないものがいっぱいありますんでね。よいしょ、立て手詰めて、ああもう暗くなってきた、暗くなってきたね。ああ暗くなってきたら家に帰りたくなるね。ということでピッチを上げたいわけですけどね、なかなかこれ手間かかるでしょ。まあね、なかなか手間かかるんですよ、芽キャベツ。よいしょ、まだ半分も全然行ってねえや。いやー、なんかしんどいな、しんどいしんどい。何の話でしたっけ、田舎ね。そうそう、だからまあそういうね、新規就農者とか田舎に、田舎暮らしとかありますけど、本当に何でしょう、表にね、なかなか、最近はなんかネットでもね、ヤフーニュースなんかでも、私がそういう記事を見てるからか、やっぱりそういう田舎暮らしの真実的なね、そういう、東洋なんとかっていう、昨今のその雑誌系のやつは、その田舎暮らし系のネタに力入れてるか、そういうライターさんがいらっしゃると思うんですけど、最近ようやくそういうね、田舎暮らしのネガティブなところに光が当たるような記事が出てきてますよね。まあまあね、私らにとってはね、僕のような人間にとってはね、まあ常識ですけどもね。なかなか笑えますよね。歓迎されるってことは本当にね、基本的にはありませんからね。そういうところをね、まあ頭を下げて、あるいは 時にはね、ご利用し無利用しね、正直ね、もうね、あなたは田舎に何をしに行ったのって話でね、頭を下げてるだけでは実際にはね、ことは進みませんからね。だからといってね、何かをこう無理やりやるっていうのも、その辺はもう本当にこれといったことはないですからね。私自身もね、本当に未だに何をどうやったら行くんだろうと思いながらやってる日々でございますよね。答えなんかないのでね、時には押し、時には引き、押して引いて、押して引いて、引いて引いて、押して押してみたいなね。うん、よくわかりません、本当にね、未だによくわからないですね。あんまりね、もう考えてもしょうがない部分はいっぱいありますんでね、田舎暮らしっちゅうのは。いやー、ちょっと間に合わんな、もう5時になりますね。ちょっとこれタイムリミットだな、もっと早く始めなきゃいけなかったですね。今日ちょっとね、忙しかったんでね、ちょっと遅れましたな。ああ、明日、明後日からね、嫁が海外に行くんですよね。ハワイ旅行かなんかでね。まあ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 、あれなんですよ。前々から決まってたことなんでね。いやいや、なんでしょう。え？私なんかもちろんね、そんな行ったこともないし、これから行くこともあるかどうかわかんないですけどね。いい身分でございますわな。あんまでかいこと言うとね、
そういうこともなかなかね、許してやんないと、ただでさえこんなね、私のようなね、頭のおかしい50代のね、ところに届いてくるようなことをね、なっておりますんでね。まあ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 。ああ、手が冷てえ。手が冷てえ。ダメだ、本当に冷えてきた。ちゅうことで、いや、まだ半分いってんねえじゃん。いやいやいや、参ったな。今日がね、初出荷だったんで、ね、ちょっと芽キャベツの収穫のペースがね、つかめずにね、大変なことになりましたということで。ダメだ、ピッチ上げないとダメだ。ということで今日はね、撮影ここまでということで、芽キャベツのね、収穫をしている百姓農園の動画でございました。ね、芽キャベツ、多分ね、芽キャベツの収穫なんてなかなかね、見たことないかもしれないけど、こんな感じです。でまあ、実際はね、スーパーとかでやったやつはこれをちぎってね、もうちょっと形を整ってると思うんですけれども、まあこんな感じです。芽キャベツね。今日寒そう。ということで、芽キャベツを収穫している百姓農園の動画でございました。それではまた。